知的障害 A1 ですが、どんな職種の仕事が良いですかと経済え、経験済みの仕事は事務系と作業系ですということですね。これはあのー、その人の特性とかもあるし、その人の興味とかにもあるので、えー、分かりません。でけこれからです、ね、世の中いろんなことが変わっていくので、どんな仕事だと続けられやすいのかって、本当によく分からないですね。事務系だからいいとか、作業系だからダメとか、そういうことでもないので。 自分の興味があることをやるのがいいんじゃないかなと思います。はい。